は元気にしているか。統制軍総大将古賀林道鈴鹿である。この度新たに生まれ変わった我らの物語も残すところあと7日でお披露目という時を迎え、発売前語りとなったわけだが、この状況に面食らっている者も多いと思う。なぜなら本来私はこのような日に出張るべき立場ではないからな。しかしこれにも事情があって、まずはそれについての釈明をさせてもらいたい。さっきのバレンタインデー、ホワイトデー、正直こうあれはどうしようもない。あまりにも乱行が過ぎるということで、あまねく14歳の神と自称する男も少し反省したらしい。いや実際今更かよという感は否めんが、お前たちはまだ知らんだろうが、特定のドラマなどはさらに脳を病んでいる。半ば我がことながら正気を疑うようなものであるため、この場においてもふざけているとシャレにならんと判断した。今本当売り上げも響きかねない。ゆえに初日から私が出張った。この場を借りて皆に謝罪と、せめてここだけは真面目に行くという宣誓をするために、どうか信じてもらいたい。真剣だからな、遊ばないからな、変な方向に期待するなよ。それでは行こう。あと7日。そうだ、みんなで熊本行こう。そこに約束された聖地があるの。熊牧場。もふもふ。黙らんか貴様、皆を混乱させるようなことを言うんじゃない。大体なんだその抱き枕は。クマモンだよ、欲しいの。あげないよ。いらんわ。オン・ヤバラジャ・ウグラビア・アガッシャ・ソワカ、ナウマク・サマンダ・ボタラ・エンマヤ・ソワカ、トン・ジチリ、我三国将兵セシ断罪セシメ対局。とまあどうかな諸君、我らが総大将の命によりこの上なく真摯に決めてみたつもりだが、真面目にやればやるほどふざけているとしか思えんと。哀れな男だ。そうかね、だが私の責任ではないだろう。我が対局を編み上げる祝詞は偽りなく操縦かつ金言、それをどのように受け取るかは皆の勝手というものだ。トンジチ、貴様絶対狙っているだろう。血が騒ぐ風、一発芸ならば飛行も相当な破壊力があるものを有していると聞き及ぶ。何恥ずかしがることはない。民草の信仰によって消化したネタであるが、たとえどのようなものであれ誇るべきだ。それが神格というものよ。トンジチ、さあ共に歌おう。発売6日前を祝って。トンジチ、トンジチ、しつこい。なるほど、これこそまさにすごく一撃必殺だ。なぜ私がこのような場に引っ張り出されなければならんのだ。別にいいじゃない。だってあなた今回は個別の外伝があるんでしょ。実際も主役の一人よ。そうですよ元地殿、
っていうか流水はあの話におけるおもとじ殿にしびれました。切なくて可愛くてそしてけなげで、ついにこの人行っちゃったもんね。あの上半身裸で背中見せてる殿方ちょっと卑怯です。あの絵一枚で一体何人が湧き返ったことやら、せめてお尻見せろともだえたやら。ソーガのおたけびが聞こえたわよね。これは内々の話ですが、実はかなり前からあの画像私たちの間で出回っていたんですよ。おもとじ殿はそれを手に入れるためにガチ土下座をするほどで。貴様流水、根も葉もないことをしれっと抜かすな。大体なんだこの状況は。何をにこやかに話している。貴様ら敵同士のはずだろうが。え、だってそれはねえ、本編のお楽しみです。あと5日、とても可愛いおもとじ殿と私たちみんなの結末どうか見届けてくれ。皆の衆、公開はさせんから。どうかよろしくお願いね。変わっていい。勝ったら貴様ら焼き払うぞ。こんばんは、お兄ちゃんたち。発売4日前だよ。元気してる？またいきなりすごいの来たね。確かにふざけちゃいないけどさ、なんかこうキャラ壊さないでどれだけネタに走れるかっていう綱渡りみたいになってきてない？夜行といい、トコヨといい。今回はモレイの中にある2つの魂をしっかり分けた描写があるからね。どっちの私がお兄ちゃんたちの好みかはわからないけど、両方好きになってくれたら嬉しいな。出ないと私、うん、泣いちゃうんだから。おーいって何これ、なんか私が意地悪ババアみたいじゃない。ごめんなさい、この子は別に狙ってやってるわけじゃなくて、これが素だから。ああ、そうなの。まあ言われてみれば納得っていうか、あんたらの瞬間弱かしきなところはこっちの属性が悪い感じに出ちゃった結果なわけなのね。まあいいけど、そんなんだから出会い頭で夜行にからかわれるんだよ。っていうか昔からそういう役回りだったんじゃない？泣くのが好きなのだろうとかね。ええ、言われてたと思う、いろいろ。だけどほら、今回はそんな悪いことばっかりじゃないし、救いもあるし。詳しくは本編で。でね、うん、まあそりゃそうだ。じゃあほらちびっこ、お兄ちゃんたちにもう一度ご挨拶。あと4日だよ。お願い、私たちに会いに来てね。待ってます。困りました。正直なところ何も言うことがありません。そのあたりあなたはどうですか？同じく全く何を言っていいかわからない。これはもう人選を間違ってるんじゃないかと言いたくなってくるほどだよ。確かに僕らはお互い社交的な年ではないですからね。聞き手を楽しませるような会話はいささか無理があるでしょう。こうなったからには仕方ないので業務だけは粛々とこなしますか。お、しかし待ってください。そういえば、なんだい？あなたとあなたの付き合いについて。聞けば何でもあなた方は絶対に結ばれない呪いを受けているとか、少々裏側的な話になりますが、そこについては今回どうだったのですか？個人的に気になります。いや、それはどうだろうね。僕は僕なりに努力を払っているつもりだけど、そういう君こそどうなんだい？何でも咲也君と尋常ならざる状況で一晩過ごし、
その後秘密を共有したと聞いているが、あれは別に、その何もやましいことなど誓って、僕は。しかもその同国に圭四郎としおりくんも何やら人に言えぬことがあったとかなかったとか。ほんとやめてください、そういうの。何ですか、あなた耳戸島ですか。けどちょっと待ってください、それ本当ですか。さああくまで聞いた話だからね、気になるかい。全然別にどうでもいいですよ。ええ、何でしょう、あと3日で全ては明らかになるんだし。まあそうだね。じゃあこれを聞いている君たちも気になるならぜひとも本編をやってくれ。僕は本当に咲夜さんと何ともなってないですからね。皆様お待たせいたしました。いよいよ発売2日前、この日を務めさせていただく行月咲夜でございます。ご予約は済ませましたか。イータは買いましたか。昨夜は一刻も早く皆様に会いとうございますゆえ、何卒ご慈悲のほどよろしくお願いいたします。今回副題にあけぼのの光と銘打たれたかじりかむいカムラはまさに見どころ盛りだくさんでございます。具体的にどこがどう以前と変わったかと言われますと。ねえちょっとちょっとちょっと、そこあんた、さっきから何を一人で勝手に進めてんのよ。だいたい今日の担当は私とあんたの二人でしょ。しかと決めてんじゃないってのよ。うるさいですね。正直なところお呼びでありません。引っ込んでいてくださいまし。大体にしてこの昨夜まだあなたのことを許しておりません。私の兄様にあのようなこと、ああ思い出しただけでも腹が立ちます。うわ暗いな。あんた重いって言われるでしょう。そもそもあんな男私にとっちゃどうでもいいし、見る目ないんじゃないかしら。聞き捨てなりませんね。世に兄様ほど素晴らしい殿もはおりません。あなたの方こそ私に言わせれば重い上に見苦しいです。恋に破れた女のたわごとなど。笑った今鼻で笑ったね。あんたいいわよ、上等じゃない。私これから巻き返す気満々だし、あんたらがこの先ずっとうまくいくとも限らないわけだし、その時になって吠え面書いても遅いんだからね。よろしゅうございます。では勝負といきましょう。皆様方もその胸留意して本編をお楽しみください。あと2日、2日だからね。まあ皆様の気が向きましたら哀れな彼女を慰めてやってくださいまし。とお買い上がったカッパのように、それはそれは滑稽なものでしょうから。うるさいっつうなよ。さてそんじゃお兄ちゃん、いよいよ発売前日ってことで一丁バシッと決めちゃってくれや。つうかなんで俺がてめえと一緒なんだよ。はあ？何よ今さらそれ言っちゃう。ここまでの流れ見てたらどんなバカでもこの組み合わせは予想できる範疇だろう。まあわかるわかるよお兄ちゃん、実際今まで相当数カウントダウンをこなしてきたけど、こんな大事な日に割り振られたこと一度もねえもんな。緊張してんだろな。うるせえな。それを言うならてめえもだ。だいたい7日か6日かそのあたりが定位置だったじゃねえ。柄じゃねえのはお互いだろ。なんだ畜生、なんでだよ。だいたい俺は嫌いなんだこういうのが。偽物じゃねえってんだ。ほう、あそうだけどよ、そう思ってんのはお前さんだけじゃねえのかね。
何がだよ。周り見てみな。耳澄ませよ。ほら、どいつもこいつも残らずよ。お前がこの日にふさわしい男だって認めてんじゃねえのかい。なあ、狂月慶四郎。それは、だが、てめえだって。おうよ、俺とお前こそが真の主役だ。どこの誰に恥じることもねえ。俺らがいなければ始まんねえし、終わんねえんだよこの話は。だからほら、もう一回だ。胸張って男を見せろ。けど、ああ、クソったらあったよ。てめえら、発売は明日だ。後悔させねえからついてこい。俺と、そして俺の大事なバカ野郎ども、みんながてめえらを待ってる。不健じゃねえぞ。しゃあ、行かすぜお兄ちゃん。てめえら聞いた通りだ。明日会うのを楽しみにしてんぜ。発売当日記念抜き抜きパーン。来たよ、来たぜこの日がよ。待ったかてめえら、つか今やってるか。何勝手ねえ、ボケコラだけんな。そこ近所のゲーム屋走れ。勝手、そして抱きしめつつ舐め上げろ。今日だけ特別に野郎どもも許してやる。はい、それではご一緒に、ペロ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 、欲望を解き放て。チュパ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 。ダメ、僕たちドロドロになっちゃう。黙れ、ハゲポー。すまない、バカが暴走して迷惑をかけた。いや、あるいはこれもお約束というやつなのか。何にしろ多めに見てくれるとありがたい。こいつはこいつで感謝の気持ちを表現しようとしていただけだ。ちょ、待てや。あんた分かってんならマジパンかばさなくてもいいじゃねえかよ。てか何一人でいいとこ持ってこうとしてんだよ。お前が勝手に自爆しただけだろう。いやいや、こんなざまでは不安だな。本当に大丈夫か。もちろんだっての。俺はあんたらに負けねえし、きっと輝く新世界を掴んでみせるさ。約束すんぜ。そうか、ならそれに期待しよう。君たちもそこを十分に見極めてくれ。つうわけで、かじりかむいかぐら、あけぼのの光、本日発売。さあ一緒に魂かけていこうじゃねえか。